い、こんにちは、みゆです。今日は相席ラウンジに潜入したいと思うんですけど、ちょっとこのまんまで髪の毛で化粧していったらちょっとバレちゃうんで、後で帽子かぶってサングラスして、ヘルタースケルターのリリコ、こういう感じにめみちゃんにメイクしていってもらいたいと思います。こんなんしたことない。お願いします。いろいろやっていきたいねんな。サイボーグメイクと韓国メイクやってもらったらやってほしい、うん、このファンでほんま白いね、うん、よくない。それが白すぎたら顔だけ浮くから、うん、顔でかく見えるねんな。ガチ、うん、うん、普通の子じゃないなみたいな感じは出ねんけど、あーなんかパッてなるから、そう、うん、でもあんまり白かったらいいって、白かったら、うん、顔でかく見える。ガチ、ここちょっとそんでも1個下げたら暗いな。うんうん、これシェーディングとかはなるべく入れた方がいい、うん、分からんもんね、その辺のメイク分かってないよね。うんうんうん、でもキャバ嬢はめっちゃそれ多いで。そうなの。キャバ嬢はなんかシェーディングとか入れへん子多い。シェーディングやり方分かれへんもんだって。細かいことのメイクのやり方が分かれへん。下地、なんで眉毛、ハイライト、なんかチーク、口紅、アイシャドウみたいな感じ。そうやな、ポンポンポンって感じやな。その他もろもろは分かる。今日はちょっと濃いめやから、はい、全部引きます。なんかさ、上のラインずっと引いててんけど、二重のとこってやったらなんか逆にめっちゃく見えるやんと思ってきてる。うん、引き算メイクの方が逆に大きく見えたりするね。みみちゃんに教えてもらったから、ビューライン一緒一緒、ちっちゃいし、いやほんまにこれめっちゃいいよね。これめっちゃいい、マジで。毎日メイク、最近の毎日メイクでも紹介したで、これ。うん、ほんまにめちゃくちゃいいよね。コンパクトなのがこう出すからいやし、うん、めっちゃ上がるもんな、これ。そう、めちゃくちゃ上がる。目尻も上げ目でお願いします。はい、マスカラはいつものヒロインメイク使ってます。はい、上下上下しっかり目で、はい、今日マスカラめっちゃ伸びるからいいわ。取れへんよな、ほんまに取れへん。取るときが大変な、でもこれはそうなんですよ、取れないんです。ヒロインメイクはつけたらめっちゃ伸びるしめっちゃいいけど、取れへんときが大変よね。シートで取ろうとしたら、うん、シートやったらもう絶対無理。シートは取れへんでな、もうオイルじゃないと取れへん。オイルじゃないと無理やな、目は。化粧品に関してめっちゃミーハーやんな。ミーハー、人に関してはそうじゃないけど、なんかみんなが使ってるのがやっぱいいんやって思うから、うん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 、無難な方がいいかもしれない。私が今回足すところって言ったら、アイシャドウ、濃いめ、シェーディングとかに重点を置くぐらいしかないかな、うん、この人のメイクに関してはアイラインのなんか小細工とか、あそういうことができひんかな。そういうことがないね。小細工で言えばシェーディングとかぐらいちゃう、うん、チークの入れ方とか。でもアイライン濃いめちゃう。うん、あと口紅で結構変わりそう。そうね、目尻にポイント置いてるから、このヘルタースケルターメイクは目尻は濃いめの方がいいんですよ。釣り目メイクか。そうね、簡単に言えばそういう感じよね。サジエイカさんも実際は黒髪のパッツンと赤って感じ、うん、赤の口紅って感じ。でもリリコ好きな男多いんだ。え、どうなんですか、男の人からしたら。どうなんですか男性からしたらリリコみたいな。でもなんか 黒髪パッツンストレートの女子って女受けの方が多分強いっちゃうかな。女受けか、じゃあこれやった方がいいよね、ちょっと。うん、女受け、なんか外人にモテそうみたいな。あ、うん、日本人みたいな、日本人っぽいみたいな人が好きやもんな、うん、マスカラ、マスカラ、目力、ペンまで届けますか。目力つきました、これ。リリコはノーズシャドウも結構しっかり入ってるタイプなんですよね。リリコはノーズシャドウがしっかり入ってるタイプだし、そうです。リリコはあったかくなって寒くなってみたいなのを繰り返すやんか、うん、最近肌水分バランスが
値段今崩れやすいらしい。この鼻にできることないな、あんまり。そうやろ。でもさ、体の中心にできるニキビってさ、うん、体調悪いとか言うよ。マジ体調全然悪くないんやけど、ね、うん、ストレスかな。でもこの出方はストレスやな、うん、こういう小細工がないんだよね。そう、だから1パターンに。シェーディングがポイントらしいです、今回のメイク。まず、うん、シェーディングは卵型に持っていくのが一番いいって言われてるけど、卵型なんか楕円形に自分の顔が近づいたら、うん、あの美人の条件に入ると思ってる。だから入れるのは、まあ、この中心、この中心のラインを見て、うん、卵からはみ出しそうなところ、だからみゆちゃんやったらここの生え際、はいはいはい、ここでここら辺の頬、うんうん、こっちね、うん、がいい。うん、で顔大きく見えたくないんやったら、うん、エラとかあのこの下、やってほしい。みゆエラめっちゃ言われんねんけど、こいつエラ張りすぎやろとか言ってなんか来んねん DM で、うん、でもな最近思うねみゆ夢。アンチはミユをさらに可愛くしてくれるアンチのおかげで可愛くなれてるんですよ。ありがとうございます。ほんまにやっぱファンの子ってやっぱ優しいから、ミユが多少どっか欠点あっても言ってくれへんのよ、うん、やっぱ何でも可愛いって言ってくれるし、いやミユちゃんこのままでいいですよとか、直した方がいいですよって言われれば言われるほど、あ、そっか、ここも直した方がいいや、ここも直した方がいいや、ここも直した方がいいやって思えるから助かってます。助かってます。とりあえずほうれい線めちゃくちゃ言われるから、ほうれい線直すわ。なんせ一番言われるな、ほうれい線。その次、まあ、人中も言われるやろ、うん、あとエラ、エラ張ってるってめっちゃ言われる。エラとかはないんだけどな、本来で。おでこはちょっと入れたいな、うん、嘘丸くやったら良さそう。ヘアロンさんかなんかで私の欠点が見つかればどんどん書いちゃってください。どっちがいいと思う？今は真っ白やからさ、うん、ピンク青いようになってきてんけど、うんうん、前まであ黒かったからな。そう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 、焼けてたからオレンジがよかったね。でもなんか最近ピンクの方がいい気がするんだけど、うん、オレンジはなんか夏肌メイクって感じ。ちょっと焼けたらあれでもいいけどな。そう、ハイライト、はい、アイラインも濃くする？アイラインも濃くします。はい、でもちょっと加減、あの最終調整で、ちょっとほうれい線どうやったら治るかコメントで教えてください。インスタで、インスタで教えてください。インスタ、 YouTube のコメントあんま見えへんからさ、みゆどんどん可愛くなっていって、どうしようみゆ夢、どうしよう。ありがとう、ほんまに。でもこれはマジ嫌味じゃなくて、じゃ本気で嫌味じゃなくて、アンチに感謝してるよマジで。やっぱここを直した方がいいって、今みゆ自分では満足してたつもりやねんけど、自分の顔に、あ、ここはやっぱあれなんやって、直した方がいいんやって思えるから、もうどしどし書いちゃってください。アンチがバズらしてくれるとこもあるよマジで。これ確かに嫌味じゃなくてな、うん、ほんまにそれはわかるわ。わかる。だってミユが一番最初に有名だった、もうわけわからん水着の動画で有名だったからな。ミミミのやつじゃん。 そう、あれもめっちゃくっちゃ叩いたんよ、ツイッターでもなんでも。でもめっちゃバズって今があるから、アンチは感謝してますよマジで。でもミユの家族のこととか周りのこと言われたらマジで開示する、それは許さへんから。ミユ自身はいいね別に、メンタル強いし、うんうん、でもミユのまあ妹のこととかパパのこととかママのこととか、うん、自分の大事な周りのその身内のことは関係ないこと言ってきたら、その弁護士言って返事するけど、それ以外は別に、まあこれはちょっと調べようかなって思うコメント以外は、うんうん、全然聞くよね、エラハリ芸人。芸人ちゃうかな。芸人つけたらええと思ってやろ。エラハリ芸人です。めっちゃ可愛いねんな、見て可愛い。ちょっとしたキラキラに見てさ、粒子がちょっと荒いかな。可愛いよね。口紅塗ります。エルメスの口紅。はい。メミちゃんにあげたミユが。そう。この赤強すぎて使わんからメミちゃんあげるって言ったらここに戻ってきたわ。そう。私はそのメイクの時に使えるからさ。うん、自分には塗ることないねんけど、メイクの時に使えるからね。今からズラ、黒髪のリリコになるカツラかぶって、ちょっと足し算メイクしてい
てもらいます、めみちゃんに。やっぱさ、きついメイク似合うな、みゆ。どうですか？どうですか？ドヤ顔。そう、視聴者の皆さんは、私前髪なしにしたんですけど、最近前髪ありとなし、どっちがいいんやろう。結構きつめにして、最近ずらかぶりたいと思います。はい、今から本格的にリリコになりますわ。いけます。こんな感じです。どんなんなんの、すごい長い。うわ、やばい、黒髪やばいんやけど。どんな感じなんの。楽しみ楽しみ。じゃあかぶっていきます、ズラ。はい、ビフォーアフター。はい、ビフォーアフター。じゃあこれちょっと首の下まで下げてもらっていい。はい、はい、こう。うん、おお、歌舞伎役者みたい。似合う。ハゲでも似合ってまうわ。ミユって男やったらイケメンやと思う。そうやね、そうやね。性格もイケメンやしな。男顔やんな。なんかもしミユちゃんが、うん、あの男やったら、うん、もうみんな幸せやと思うよ。ガチ？うん、女の子はな。女やったらあかんねんな、メンヘラやから。結構メンヘラやんな、夢見る。実際にかぶしたいと思います。めっちゃツヤツヤや。やっぱさ、黒髪のさ、うん、人って絶対ツヤがないと無理やと思うね。カツラ絶対バレへんと思う、マジで。見える、ここ持って、うん、ちょっと押さえててな、うん、ちょっと待って、この前髪やばいで、めみちゃん。いきます大丈夫だよ。カットしてな、後で調整するから。うん、うわ、え、これはおもろい。待って待って待って、ちょっと待って待ってちょっと待ってな、めみちゃん、これはあかん。わかるわかる、もちろん。あの、切ってほしいね。すごい、ビックってな。薄いてもらおう。5分ぐらい経ったら顔に馴染んでくにゃん。最初ってなんか違和感めっちゃあんねんけど、いい、なんか5分くらいしたら顔がついてくるから。いい、名前髪だけどダメ、みたいに。ついて、ピースがあるかな。だってやめちゃめちゃ髪の毛めちゃめちゃ、めっちゃ日本人形みたいなだけど。どう、なんこれ、うん、めっちゃおもろいんやけど。待って、広げたら絶対膨張するから。あ、おんまゆの方がいいわな。これは絶対に男にモテへんで。モテへんやって。怖い。うん、怖いと思う。怖い。呪われてる。怖い。どう、メンヘラ気質ある。メンヘラ気質やし、呪われるってこれ。ボロカスやん。ちょっと離れたくなるわ、笑った。なんかめちゃくちゃ愛されそう、あの、こんな彼女だったら。でもその代わり別れた時は呪われると思う。やばい女子、やばそう。めっちゃ下向いてて、うん、断髪式。断髪式結構薄かな、多分あれやな、うん、結構すいちゃって、うん、どうですか、なんかリリコっぽい。はい、こんな感じで変装メイクめみちゃんにやってもらったんですけど、どうですか。リリコメイクです。悪女感すごくない。なんかやばくない。人の男取れそう。すごい悪女感漂ってるんですけれども、まあ私こういうの似合うんですよ、やっぱり。はい、これでじゃあ相席ラウンジに潜入したいと思います。以上、髪メイクめみちゃんにやってもらいました。もうだってリリコじゃない、もう、うん、リリコ。これで赤のドレス着たらリリコやな、うん、なあ。こんな感じでここで締めたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。